この時間は浦和レッズ対柏レイソルの一戦をお楽しみいただきます。さあ目標は違いど両チームの選手、この埼玉スタジアム2002のピッチに登場してきました。さあ改めて浦和レッズのスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧をいただきますけれども、まあ、前節と同じく水沼さん、今日も中盤3人、そして前線は2トップというそういう予想になりますね。なりましたね。まあ、あのワントップの攻撃ももちろん悪くないとは思いますけども、まあ、武藤がやっぱり攻撃の近くにいるということも大きいと思いますし、あとはその下のスペースを本当に柏木、長澤、もしくは青木あたりが出ていく、はい、この3人の動きが非常にポイントになると思いますね。柏レイソルのスターティングメンバー、まあ、前節からは右サイドが変わっています、まあ、フレッシュなというコメントも加藤監督からありましたが、水沼さん、右は亀川、江坂という縦の関係になりますね。そうですね、まあ、小池が、まあ、怪我という情報もありますし、まあ、伊藤純也も、ね、ちょっと体調不良とかという情報もありますし、まあ、その辺でこの2人のフレッシュさというのに監督がかけていると思いますね。青木から、うん、橋岡のところオルンガ、大江坂ダイレクトで、さあ抜けるか瀬川対牧野だ。さあ江坂を使う、江坂シュート、そして押し込んだ。最後はオルンガ。まあ、でも江坂もよく走ってきましたよね。そうですね、はい、高へ、そして最後はオルンガでした。まあ、3人で決めてしまったという形になりましたね、はい、うんうん、興梠が収まって、そして武藤、中には長澤、長澤持ち出してシュートだ。来た、すぐに同点に追いつきました浦和レッズ。まあ、チャレンジしたところでボールが取れなかった、まあ、ここでしょうね、まあ、ポイントは。でそのスペースが空くわけですからね。亀川の足に当たってるんですね。当たって戻って、うまくまたこれが前に転がりましたね。先ほどポツポツ降ってきたって上がったんですが、はい、また今大粒の雨がポツポツ降ってきて、そちょっと上空暗くなってきましたね。おかしい、同点に追いついてすぐさま逆転成功浦和レッズ。オルンガ前を向く、そのまま運ぶ、持っていってシュートだ、強烈。あ、そして詰めていますが、ここはファール、いやオフサイドですね。セガオフサイド。いや、すごいシュートでしたね。このブロックの仕方がうまいですね。体ちょっとぶつけて、やっぱり強いんですよね。強いですね。すごかったですね、はい、オルンガのシュート。セガは微妙なところでしたが、オフサイドというジャッジでした。フォワード14番、伊藤選手が呼ばれました。江坂選手と交代のようです、はい、クリスティアーノから、さあこのハイボール、おー、来たー、セガーだー。これで4試合連発。いやー、レッズはどうしましたかね。今のはちょっと集中が切れてたかもしれませんね。まさかっていう感じでしょうね。オルンガは視野に入るかもしれないけど、はい、セガは視野に入んなかったかもしれないですよね。橋岡からゴール、ゴール、ゴール、長澤ですよね。あの速いボールをなんとか
興梠にみたいな、はい、でこのボレーを素晴らしいですね。ワンバウンドしてクロスバーでした。さあ宇賀神バーサイドへ武藤、うん、さあ切り返してここから中へパスだ、来た、大きな得点が入りました。ロアレンツここからあの次のボールに対してまず背後にちょっとステップで下がる、はい、で前に入ってくるんですからね、はい、もう完全に鈴木は置いてかれましたよね。でもこれも本当に優しいタッチでね合わせるだけという、いや絶妙です、本当に絶妙ですね。折田谷に寄せて、さあそしてスタートキーパー、面白いボールだ、あーフラッグ上がってます、オフサイドです、胴内は空いてますがフラッグ上がってます、折田谷の位置がオフサイド。もらいに行ったクリスティアーノ、吹かれました、雨の中点を取り合う形になりましたが、終わってみれば3対2、浦和レッズが逃げ切りました。